2024年動画編集やるならパソコンはこれで決まりです。やども柳です。今回はですね、2024年に動画編集をやるならこれ、ノート PC5000 っていうテーマでお話ししていきます。実際僕もそうだったんですけど、動画編集始めようと思った時にどのパソコンを選べばいいか分かんないとか、変なパソコンを買って失敗したくない、そういった方が多いんじゃないかなと思います。僕の方でおすすめのパソコンをいくつかご紹介して、その中からね、自分に合ったものを選んでいただければなと思ってこの動画を撮っております。この動画を見てる方の多くがですね、動画編集とか副業とか何か始めようと思った時に、パソコンはどれを買えばいいのか、最低限のスペックってどれぐらいなのか、あとはその最低限のスペックに見合ったおすすめのパソコンってどれなのか、こういったことが気になってるんじゃないかなと思います。実際僕も動画編集始めた時、友達に誘われて Mac を買って、低スペックなメモリ 8GB のものですね、これで編集をして、もうめちゃくちゃ後悔しました。なんでかっていうと、それでね、作業が止まってしまって、もともと受けていたクライアントの案件を断ったりしてしまっていたからなんですね。結局それは新しくいいものに買い替えたんですけど、買い替えなければね、浮いたお金で言うと10万から20万ぐらいあったんじゃないかなと思います。皆さんにはそんな失敗していただきたくないので、今日の動画をね、最後まで見ていただくだけで自分に合った最適な PC を選ぶことができるんじゃないかなと思います。実際ね、多くの動画編集者にリサーチをかけて厳選したものになりますので、きっとね、皆さんに合った PC が見つかるんじゃないかなと思います。僕が講師をしているエイムクリエイターズカレッジの生徒さんにもですね、新しくね、スペックの低いものから高いものに切り替えていただいたことによって、編集スピードがね、格段に上がったっていう方が結構いらっしゃいます。今日の動画ね、ぜひ最後まで見て参考にしてください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、脱サラして自由なライフスタイルを描きたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその他のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、動画編集におすすめなノートパソコンを5個ご紹介します。それぞれね、いろんな特徴があるものをご紹介していきますので、今の自分にとって一番どれが重要なのか、この要素が一番重要だからこれを選びたい、そういった観点でぜひね、見ていただければなと思います。おすすめ PC1 つ目、センスのパソコンになります。こちら型番とか外見ですね、こんな感じのパソコンになっております。で、 CPU が Core i7 のものですね。で、メモリが 16GB ありますので、基本は問題ないかなというところです。実際僕も作業用のパソコン使っていて 8GB のものを使ってるんですね。もう本当デスクワークしかしないんですけど、それでもいろんなアプリ開くのでメモリいっぱいになっちゃいます。で、 8GB でそんな感じで、まあ、16GB だったらある程度余裕持っていろんなソフト使えるかなっていうところです。ただね、動画編集しようと思ったら 16GB が最低ラインで、メモリはね、できる限り大きいものを買っていただくのがいいんじゃないかなと思っております。で、こちらストレージが 500GB になっております。他の動画でもご説明してますけど、 NVMe に対応してるものになりますので、読み書きの速度はかなり速いものになります。 GPU もこちらが入っていて、お値段が 121,900円の税込みになります。15万円以内で探してる方にとってはすごくいいんじゃないかなと思います。ただ実際のところは10万円以内で探してる方もいらっしゃると思うんですけど、正直ね、10万円以内のパソコンでめちゃくちゃサクサク動いて動画編集できるパソコンがあるかっていうと微妙かなと思います。ですので、もう最低限10万以上、そして20万円以内ぐらいに収まるのがコスパがいいものかなっていうところです。逆に普通に買おうと思ったら20万は絶対ね、超えてくるようなパソコンの方が多いんじゃないかなというところです。おすすめのポイントとしては、画面が大きくて作業がしやすいっていうところが一つ言えるかなと思います。あとはボディのデザインもシンプルで持ち運びやすいですし、低価格の割に CPU とか GPU の性能も高いんじゃないかなと思います。先ほども申し上げた通り、 Vlog とかそんな感じのものには使える、動画編集をするにあたって必要最低限のメモリを備えたようなパソコンになっております。続いて2つ目、 MacBook Air になります。これの M1 チップのものですね。これで値段が 134,800円の税込みですね。今だと M3 チップのものも出ておりますので、 M2 チップとか M1 チップの MacBook Air はちょっと手に入りづらくなっているかもしれません。中古とかでもね、結構あったりするので、そういったものを見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、メモリが 8GB メモリになっているんですけれども、 M チップになってからですね、かなり速くなったので、 8GB でもある程度編集はできます。で、僕 M2 の MacBook Air 使ってるんですけど、これの 8GB メモリですね。これでもう本当動画編集だけやるようなパソコンにするんであれば全然問題ないかなとは思います。僕の場合バックグラウンドでいろんなアプリ使ったりとかするので、かなり足りないかなっていうところですね。で、おすすめのポイントとしては、従来の MacBook に比べてですね、省電力設計になっているため、長時間の稼働ができるようになっております。だってね、やっぱ MacBook Air の一番いいポイントって、めっちゃ薄型で持ち運びやすいところにあると思うんですね。僕 MacBook の M2 ですけど、もうめちゃくちゃ軽いですね。なんで僕的にはやっぱこの持ち運びやすさってね、すごくいいと思うんですね。家用に僕はメモリが 64GB の MacBook Pro の16インチ持ってるんですよ。めちゃくちゃ重くて肩凝ってしょうがない
なかったので、もう本当普段作業ちょっとしかしないやと思って M2 の 8GB のメモリー買ったんですけど、もう最高ですね。本当に YouTube の動画編集ぐらいだったら、この M チップが付いてる MacBook Air であれば十分できますので、そういった動画編集ができるようなスペックの MacBook の割にめちゃくちゃ安いなっていう印象ですね。ただ注意点としてはですね、ストレージが 256GB しかないんですよ。これね、一瞬でなくなります。ですので絶対に外付けの SSD とか HDD が必要になります。編集するんであれば SSD ですね。こちらの動画でもおすすめの SSD とかご紹介してますので、ぜひねこちらも見ていただければと思うんですが、そのあたりはねちょっとねストレスがかかる部分かなとは思います。コスパ重視で YouTube の動画編集とかなんか趣味の編集とかしたい方は非常におすすめかなと思います。続いて3つ目、レイトレックのパソコンになります。こちらが、CPU、Core i7 のメモリが 16GB、ストレージが 1TB あります。GPU が GeForce のものが付いていて、お値段が 174,980 円の税込みですね。全体的なスペックとか、あとはストレージ見た限りは、先ほどのものよりは少しね、スペックが上がってるかなというところで、お値段もね、ちょっと上がってるかなというところです。本格的な YouTube 編集であったりとか、映像制作の部分では、ある程度はできるかなというようなスペックかなと思います。あとはスリムなので、非常に持ち運びやすいですし、いろんなね、端子がついているので各接続機器との相性もすごくいいかなと思います。で、YouTube 動画編集を本格的に始めたくて、なおかつ Windows がいいっていう方は結構ねおすすめかなとは思います。値段も手頃ですし、これぐらいだったら買ってね始めようかなって思えるパソコンなんじゃないかなとは思います。続いて4つ目、 Dive のパソコンになります。こちらがですね、 CPU が Core i7 で、メモリが 32GB あります。で、ストレージが 1TB、 GPU も GeForce のものが付いてるというところですね。こちらでお値段が 229,900 円の税込みですね。これぐらいメモリもあって CPU Core i7 なので、もう少し高い方が本当はいいんですけど、これぐらいであればですね、 4K の動画編集とかもある程度スムーズにできるんじゃないかなというところです。 Adobe の Premiere Pro の推奨のスペックっていうものがあって、そのスペックも余裕でねクリアしてるようなパソコンになります。もちろん他のものと一緒で軽量でね持ち運びやすいっていうところもポイントの一つかなと思います。あとは色味の部分ですね。ディスプレイがかなりの広範囲をカバーしているっていうところで、この色味の編集っていうところでも強みを発揮するパソコンかなというふうに思います。この色味の部分で注意していただきたいのが、僕と同じで皆さんもおそらくノートパソコンを買う方って外付けのモニター買われると思うんですよ。このモニターの色域がですね、モニターとパソコンで異なる場合が絶対あるわけなんですね。そうなるとパソコンで見てる色味とモニターで見てる色味が違うっていう事象が絶対起きるかなと思います。僕はこっち側にあるモニターですね、めちゃくちゃ安いやつ使っていて、だいぶね色味も出づらいです。ですのでモニター買う際はできるだけパソコンと同じような色味、もしくはそれ以上のね良い色味が出るようなものを選ぶ。2台あるときは2台の色味を揃えるっていうところが結構ね重要かなと思います。もしくはこの Mac で見た色味に合わせるとか、色味を見るモニターをどれか一つに決めてしまうっていうのでもいいんじゃないかなと思います。その際に実際にね YouTube とかに上げたときでスマホで見たときに色味が変になってないか、こういうのをちゃんと確認するっていうのも一つ重要かなと思います。結局のところ今っていろんな動画出したところで絶対に確認するのはスマホなんですよね。おそらくですけどスマホで見る方の方が圧倒的に多いと思います。ですのでスマホで見てね変にならないように調整していただくっていうのが一番正しいかなというところです。おすすめの一つとしては 4K の映像編集されたい方とかは非常におすすめかなというところです。最後5つ目、 MacBook Pro になります。こちらは16インチのもので、 M3 の MAX チップ一番いいものです。メモリが 36GB、 ストレージが 1TB っていうところで、ここまでいくとですねやっぱお値段がするんですよね。値段が 554,800 円の税込みですね。で、おそらく同じぐらいのスペックだったら、Windows の方が若干安いかなとは思うんですけど、 Apple ブランドということで、若干ね高くなってるかなというところです。実際僕が買ったパソコンですね、16インチのメモリ 64GB だったんですけど、当時ですね3年前ぐらいの値段で46万ぐらいだった気がします。今はですね M3 チップが出てきて Mac のシリコンというところで非常にね動画編集に適したシリコンですし、動作も早いので値段もねちょっとね上がってるかなというところですね。ただやっぱりねこの M チップってすごく優秀ですので、もしね Mac 使ってる方で M チップより前の機種使ってる方っていうのはぜひねこちらに切り替えていただくのがいいんじゃないかなと思います。おすすめポイントとしては最大ね22時間連続使用可能というところ、
で、あとは 8K 動画編集も可能なぐらいのスペックを備えてるんじゃないかなというところです。耐久性もね優れているので、外でのね持ち運びでも安心ですし、プロのカメラマンとか写真家の方、映像クリエイターの方とかもよくね使われてるような機種になります。僕とかはですね、よくプレミア開きながら複数のソフト触るので、そういった意味でもスムーズに動くようなすごくいいパソコンなんじゃないかなと思っております。良い性能のものを使いたいという方は非常におすすめかなというところです。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、2024年に動画編集始めるならこれ、おすすめノート PC 5000というテーマでお話ししてきました。今日はいろんなね特徴部分もちょっと深掘ってお話ししたかなと思います。それぞれね自分の目的とか自分に合ったものはどれなんだろうっていうのを考えて購入していただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。なおかつですね、自分がねある程度買えそうだな、でもこれぐらい払うと今きついなっていうパソコン、結局ねそれ買った方がお得だったなって思う瞬間がですね絶対来ます。僕もそうだったんですけど、スペック低いものに妥協して買って後から後悔するっていうことがですねもう本当にもったいないので、もしねちょっと背伸びして買えるぐらいなんであれば絶対高いものを選んでいただいた方がいいかなと思いますし、皆さんにはね後悔してほしくないので、今日の動画参考にしていただいて購入いただければなと思います。で、あとはすごく重要な点があって、動画編集をやろうとか思った時に、もうパソコンって初期の初期でしかないんですよね。どれにしようかなって悩んでる時間ってめっちゃもったいないんですよ。だって触ってみないと自分に動画編集っていう副業自体が合ってるのかもわかんないし、自分のやりたい動画の制作ですね、動画編集って一口に言ってもいろんなものがあるので、例えばですけどアニメーション触りたかったのに全然スペック足りないやっていうこともあると思います。でも結局それってやらないとわかんないわけですよ。もうアニメーションやるかなやらないかなって悩んでる時間の方がめちゃくちゃもったいないので、もし悩んだんだったら買えばいいし、ただお金的にもあると思うので、そこはね自分のお財布事情と相談しながらできるだけねいいパソコンを買っていただいて、これからなんか本気で頑張ろうっていう方はそこでねケチらないようにしていただくのがいいんじゃないかなとは思っております。これからね動画編集頑張りたいっていう方に向けていろんなね特典用意しましたので、ぜひねこちらもご覧ください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。僕の公式 LINE では動画編集をこれから始めたい方に向けて役立つようなプレゼントをたくさんご用意しております。ぜひね興味ある方は概要欄の公式 LINE からお受け取りください。あとですね、僕が講師をしているエイムクリエイターズカレッジの詳細もそちらから見れるようになっております。説明会も随時開催しております。またですね、今回僕の方からお問い合わせいただいてエイムにご入会していただいた方限定でクローズドなコミュニティにご招待することに決めました。そちらではですね、僕に直接質問しながらいろんな案件をやれたりとか、そういったコミュニティになっております。ぜひねそちらも興味ある方はね僕の公式 LINE からご登録いただいて、エイムの説明会一度聞いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。実際に多くの動画編集者の方にリサーチをかけて、アンケートを取ったものになります。実際ね多くの動画編集者にリサーチをかけて厳選したものになりますので、きっとね、